はい、皆さんこんにちは、ナッチでございます。昨日ですね、ツイッターの方でおい、ソフトバンクですね、ツイッターの方でなんか、おっさん声って言われてたんですよね。おっさん声でどうもナッチですって言ってんの恥ずかしくねえのかなみたいなツイート見て、おっさん声かな、そんなにそんなにね、僕低くないと思ってるんですけど、自分をね、声自体は低いか高いかって言われたら、まあそれは低いんだろうけど、そんなに低くもない気がするんですよ、男性の方では。なんで別にね、おっさん声って言われて嫌ではないんですけど、どうなんだろうなっていう。だから僕の声を他人から聞いたら、実際おっさんの声に聞こえるのかっていうね、ちょっとそういう悩みではないですけどことがありました。はい、ゼログインフィニティがですね、ようやくスキルマになったということで、前回の降臨チャレンジでスキルマになって、また来るらしいですね。なんだっけ、源流王か。もういいよっていうね。ということで、やっていきます。使っていきます。初めて使います。スキルマになるまで使いたくなかったんで、初めて使います。で、今日来てるダンジョンがソニアグランということで、ちょっと難易度高いダンジョンなんですけど、どうなるかなっていう感じですね。パーティーはですね、その辺からテンプレ拾ってきました。多分勝てるんじゃないかな。行きましょう。あーよかった、あーよかった。他のパーティーで来なくてよかった。3コンボぐらいはしたいんだよね、きっと。だからとりあえずここは一応ライジングダーク使う。あ、消されるやん。後から使った方が良かったですね。で、一旦ちょっといらないドロップを2つぐらい消しといて、OKOK、3コンボで倒してみたいと思います。はい、上書きされました。上書き合戦です。3コンボしてみましょう。2ウェイできればね、サツキだっけがいるんで、したいんですけど、まあ、まだいいです。16倍。これで16倍ですね。でも闇3つ入ってるんで、ただの16倍ではないと。素晴らしい。パズル&ドラゴンズのアイコンが落ちました。さあ、ここは火属性が連続で出てくるという感じですね。まあ、こいつ強くないんでいいんですけど、問題は緑ソニアとかで闇がないと、もう白とかを使いざるを得ないというところですかね。痛いですね。いや、痛くはないですね。で、ドラゴンタイプのステータスが上がってるんで、こいつサツキは相性がいいということでございます。まあ、無理にねドラゴン染めするよりかは、こういうパーティーの方がねいいんではないのかなと思います。打ってきます。あと ドロップ強化がこの降臨モンスターなのに3つあるっていうのは、そこもね大きいポイントかと思いますね。とりあえず僕は、ドロキョウを押している、最近。特にこういう目覚めのモンスターはね、ドロキョウで降ってくると強いんで。ちょっとそろそろ行きましょうか。天空竜とイチャイチャしすぎですね。できればね、今、火の宝玉欲しいからね、レイランがチラッと顔出してくれると嬉しかったりもするんですけど。オッケー。ちょっと4コンボしてみたいな。2ウェイ着金着金して、やってみたいですね。で、青ソニアですね。青ソニアどうしよっかな。何してくるかわかんねえんだよな。バインドとかなきゃいいんですけど。なんか、なーくもない気がする。とりあえず、ライジングダークを信じてよかったね。めっちゃ降ってきました。オッケー。で、ライジングダーク使って。で、2ウェイ入れて16倍でいけるんじゃないかな、これは。いや、ライジングダークってなんかちょっとダサい。けどかっこいいよね、やっぱり。なんかすごいさ、ダサいんだよ。うおお、めっちゃ打ってきた。なんかダサいんだけど、かっこいいよね。どっちだろう、かっこいいんだけどなんかダサいなのか、ダサいけどかっこいいのか。こいつがやばいんで、ここはハクを使いましょう。どっちがいいかな。サツキが悪くない盤面してるんですよね。サツキでいきましょうか。で、全然使ってないイザナミね。で、これで333でいってみよう。2ウェイ入れたいんですけど、倍率高い方がいいかな。あ、でも、ハクも2ウェイ持ってるんでね、悪くないですね。
ちょっと木をどうにかしたかった感はありますが、倒せるでしょう。強いな、140万ぐらいフレンド出てましたね。これ以上は生かせない。生かしてくれ。6ターンかかるんだ。6ターンかかって、こいつめんどくさいんで、もうハク使って倒しちゃいます。3コンボでいけんの？まあ目覚め使ってるしな、ワンチャン降ってくるかもしれないということで、ほい、お願いします。ありがとうございます。これ怖いな、グラン戦で落ち込んきたら根性でしょ絶対。こんにちは出てくる前にこんにちはって言っちゃった。ですね、一応ダーク使わないでいこう。ちょっとここは頭をひねって、ダークをまず使わずに2コンボ2ウェイ入れちゃって、これで相手のヘリを伺う。これで半分切ってくれりゃいいんですけどね。でも4倍だからな、あんまそう現実甘くありませんね。で、毒にされて吐く使いざるを得なくて根性まで行くっていうのがいつものパターンですね。じゃあどうするか、じゃあどうするかじゃあどうするか、もう一回おとなしく2コンボしておきましょうか。なんか今の見た感じ、もう1コンボぐらい降ってきても全然大丈夫そうですね。本当に降ってくんな降ってくんだよ本当に。まあでもこれでドラリンのエンハンスじゃないかな。オッケー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 、珍しく調整がうまくいきました。じゃあせっかくなんでイザナミ最後使って、でハク使って、うわ少な少な、まあいいや。でライジングダークですね。イザナミはまあ自動回復でね、働きしてるっちゃ働きしてるんでね。で、4-4でいきましょう。ちょっと4倍で倒せるか不安ですけど、もうそれしかないもんね、残された道は。いきます、挟みます。ここは下に置こう。あまずいですよまずいですよ。あでもサツキ帰ってきてるから大丈夫か。怖い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 。このヘルポイズンブレスは相当な威力ありますから。ドラリンはね、降臨モンスターではあんな扱い受けてますけど、敵に回ると恐ろしいモンスターです。 2.5 倍ですからね。はい、ちゃんとここは決めていきましょう。どうしよう。もう一丁ライジングダークしておいてこうね、ぐっちゃぐちゃしてると逆にね、組みにくいですよね、やっぱり。だからちょっと安全策を取って、ここで闇で盾チキンすぎるだろ。オッケー。ということで、一発で勝てただけ良かったかなと思います。いいですね、やっぱり。なんだろう、そのディシュヌとか、まあサラスバティとかこれぐらいの火力出ると思うんですけど、僕ディシュヌしかこういうコンボ何回か色を消してっていうのは使ったことなかったんで、こう高い火力が出るのはね、なかなか楽しかったです。ということで、ゼロオブインフィニティを使ってみたという動画でございました。ぜひともね、このモンスターリーダーでもフレンドじゃねえ、リーダーでもサブでも強いんで、まあ、周回ちょっとめんどくさいんですけど、ぜひともスキル上げしてみてください。今更かよって感じはあるんですけどね。以上、ナッツでございました。バイバイ。